青木おがデマを垂れ流し大炎上、桜を見る会で、本日放送されたテレビ朝日のモーニングショーが、桜を見る会の安倍事務所が開いた前夜祭について報道しました。その中で安倍首相が前夜祭について、明細書や領収書はないと答えたことに対し、青木おさんが次のような発言をしてしまいました。 語るに落ちたなと思ったんだけど、一万一千円のコースしかありませんって、ホテル新大谷が言っているのに、五千円でやっていると。差額を補填してしまったら、公職選挙法にあたって違法になっちゃう。逆に新大谷が安倍さんだから格安でありますと、五千円でやっていたら、ある種新大谷から安倍事務所、あるいは安倍首相に対する政治献金なのか、 勉強にもなりかねないいずれにしても語るに落ちちゃっていて、説明すればするほど何かつじつまが合わなくなってきている。かろうじてぶら下がりって形で記者会見してるんだけど、立ち話的なぶら下がりって政治者によくあるパターンなんだけど、あんなもん説明じゃないですよ。きちんと記者会見するなり、本来は国会で予算委員会の審議に応じて、後ろめたいことがないのなら、 きちんと明細書も出して説明しないと、この問題、場合によっては、安倍政権、戦後最長の内閣になったんだけど、命取りになると思いますよと、となっておりまして。青木さん、ジャーナリストだと自称しているのに、なぜこのような集会遅れのデマをテレビで垂れ流してしまうんでしょうか。こちら、安倍首相は、 桜を見る会の前夜祭について、明細書も領収書もないと答えておりますが、こちら、こういったツアーでは観光バスを使用しますので、旅行会社に全てを依頼するのが一般的であり、旅行会社がホテルと宿泊料金や前夜祭の費用について、 交渉したのであれば、明細書は安倍事務所にはありませんし、さらに客がホテルや旅行会社とお金のやり取りをしているのであれば、領収書もないはずです。例えば、どこかに食事に行って、まとめて会計をせずに、個別に会計を済まして、誰か一人がお店に対し、 全員分の領収書をよこせと言ったら、店は出さないでしょう。お店が領収書を出した方が問題になってしまいます。また、青木さんは、あたかもホテル新大谷が1万1千円のコースしかないと主張したと、今回、テレビで明言されておりますけども、実際にはホテル新大谷は、 5000円でも条件を変えれば宴会はできると、さらに今回の場合は参加者の大半がホテルの宿泊者だったため、安くできたとも説明をしております。なぜ青木さんはこの事実を意図的に隠し、デマを垂れ流すんでしょうか。そもそも今回の前夜祭では、ホテル二大谷の中ではグレードが低めの小さな部屋に、 600人も詰め込んで食事も人数分用意されておりませんので、一人5000円でも、二大谷からしたら十分利益は出ているんじゃないでしょうか。また、こういった宴会、例えば野党の政治家も含めて、会費1万円から2万円程度の政治資金パーティーがよく開かれてるんですが、 こういった政治資金パーティーに必要な費用は会費の半額程度でございますので、例えば会費1万円であれば、5000円もあればですね、十分ホテルで、同じようにホテルニューオータニでも政治資金パーティーは開催できます。本日別の動画でやらさせていただきますが、実際に立憲民主党のある議員が ホテルニューオータニに見て1人5000円未満の費用で政治資金パーティーを開いたことが確認されております。今回の前夜祭については青木さんだけではなくて野党の政治家の皆様も同じような金額で宴会ができることは知っているはずです。本当に、 このようなくだらないデマを垂れ流して、これ以上ですね、国会を妨害しないように、野党やマスコミの皆様には、ぜひともお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。